はい、こんにちは。まやチャンネル、まやはらです。はい、今日はこちらですね。うん、レゴミニフィギュアのシリーズ15です。はい、レゴミニフィギュアって言ったらですね、前あのハロウィンの時にですね、はい、1個開けましたね、はい、それのシリーズ15っていうのが出てたので買ってきました。2パックずつあるので、はい、しんくんに2パック開けてもらいたいと思います。はい、今日はしんくんなんか恥ずかしいみたいで、そこでちょっとしか映ってませんけど、それでよろしいですか？はい、よろしいです。はい、じゃあエジック2パック開けてください。私はこの2パック開けたいと思います。はい、パッケージはですね、このような感じになってるので、このサメ男みたいなの欲しいね。うん、あとなんか一番後ろのこの勇者みたいなの、これもすごそうだよ。うん、1パック目。お、女の人が、あ、なんかすごいドレスだ。ラインナップはこのような感じになっておりますね。はい、今出たのは、あ、多分女王様が出た。え、見せて。これすごい。あ、本当だ。じゃあエシン君も開けてください。何が出ましたか。お、宇宙飛行士だ。宇宙飛行士。おお、いいの出たじゃん。うん、2パック目。あ、なんか剣2つ持ってる。剣道着だ。何でしょう。何これ。このスカンクを取る人になったね。じゃあちょっと組み立てていきましょう。はい、まず私が一つ目に出たのがこの女王様。女王様。うん、ちゃんとマウントがあってですね、うん、スカートがすごいでかい。初めてそんなタイプ出たね。そうだね。なんかこれを使うミニフィグのシチュエーションがまだ思い浮かばないんだけど、まあどこかで使えそうだねこれね。はい、1個目に僕が出たのはこの宇宙飛行士。そうだね、この金のやつが。あ、バイザー下げられる。あ、しかもこれなんかこう旗持ってるから、うん、月面に降り立った宇宙飛行士みたいな感じだね。そうだね。うん、へえ、これはいいと思うよ。そうだね。うん、すごいいいの出た。うん、そして私が2つ目に出たのがこの剣道着を着た、わかんないこれ、お侍さんか。そうそう、剣道着着てんのに刀持ってるから、 I am 剣道マスターみたいな。ちょっと間違った風に伝わった日本だねこれ。間違ってるよ。市内だからさ、持ってんの普通ね、剣道着着てると。なんか刀持ってる。I am 剣道マスター。そしてエシン君が2つ目に出たのがこれスカンクハンターかな。はい、うん、ここにスカンクがいますけれども、あとこのね、捕らえるための網がありますね。はい、でハンターっぽい服を着ております。はい。はい、ということで今回ですね、レゴのミニフィグのシリーズ15を4袋開けてみましたね。はい、はい、このシリーズね、だいたい200円ぐらいでミニフィグは1個入ってるので、まあ、レゴ好きの方おすすめですね。うん、ラインナップも面白いしね、毎回ね。はい、これは女王様に剣道着つけちゃった。おー、それで剣道着の剣道マスターにこう女王様の髪型、まあ、こういう遊び方もできるよね。なんか他にもさ、このファイターとかさ、こう神様みたいなやつがあるから、うん、そういうの出てほしかったな。そうだね。はい、ということで今日の動画はですね、もしよかったなとか楽しかったなと思った方はぜひ高評価ボタンお願いしますね。はい、そしてチャンネル登録をしていただくと YouTube のチャンネル登録の一覧にマイチャンネルが出てくるようになりますので、最新の動画が分かりやすくなりますので、ぜひチャンネル登録もお願いします。はい、そしてコメントもいただけると大変嬉しいですね。はい、はい、それとマイチャンネルでは Twitter、Facebook ページ、Instagram もやってますので、ぜひフォローをお願いします。 Instagram ではよくね、私は毎日のお昼の写真をアップしたりですとか、あとお出かけした時にはお出かけしたところのこう写真を撮ったりしてますね。エイジン君を撮ったりしてますね。はい、あとツイッターでは、ゲームチャンネルで最近やってるライブ配信の情報なんかをね、今日やるかもしれないよっていうツイートをしたりしますので、ぜひそちらのフォローもお願いします。はい、はい、ということで今回は以上でございます。バイバーイ。